こんにちは。はい、今日はですね、はい、初のですね、はい、うちの嫁さんの、はい、紹介でですね、はい、鶴見の大先輩ですね、うん、そうだね、はいはい、私の今日は地元の先輩に、はい、無理ってお願いして来てもらいました、はい、夜行姫の、はい、マミさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はすみません、なんかこんなちょっと自分のチャンネルにね、うん、出ていただいて無理やりね、はい、お願いして、ありがとうございます、はい、よろしくお願いします。で、今日はですね、はい、マミさんの、はい、まあ、生い立ちですかね、はい、まあ、地元が鶴見ってことなので、うん、今日は対談をしながらですね、はい、実は鶴見の町ブラを、うん、マミさんの、ルーツをですね、はい、ちょっと紐解きながら、はい、町ブラしようかなと思ってます。はい、わかりました。私もね、はい、地元鶴見なんで、はい、あの鶴見のことなら多少はわかります。はい、じゃあちょっと一緒に、じゃあ、はい、じゃあ今日はお二人で自分も任せますんで、わかりました。もうちょっと付き添いみたいな感じで行かせていただきますんで、うん、はい、了解です、はい。ここは中学は、マミさんはあれですね、ここは寺中ですよね。寺中です。寺尾中学校ですよね。寺尾中学校ですね。わざわざ来てもらいました、はい、寺尾中学校はね、うん、私も地元鶴見なんだけど、うん、すごい不良校で多いですよね、不良の人が、うん、マンモス校、マンモス校、あ、多いですね。でも男も女も結構不良の人が多かったイメージですね。うん、そうでもピンキリですか。あ、だって私の同い年の子、ロングスカートで金髪で木刀持ってましたもん。ロングスカートね。時代ね。でもあなたの時は自分と年が近いじゃないですか、はい、だけど自分の時の中学、うん、僕南区ですけど、うん、ロンスカなんか一回見たことないですよ、うん、でも鶴見いましたよね、うん、全然いましたよね。全然ロンスカ金髪でしたよね。で、改造の制服とかも多分寺中の人とかきっと着てた気がします。男の人とか、うんうん、ボンタン、ボンタンでしたっけ。まだいた。あ、まだいました。短ランとかですかね。短ランね。長ランは、長ランとかいましたか、男性の方。長ラン、寺中はいなかったけど、はい、うん、もうなんかちょこちょこいましたよね、うん、パンチパーマとか、はいはいはい、マミさんどんなあれですか、髪型とか。私は焼きそば頭。焼きそば頭、そば味ですか。あ、じゃあちょっと写真あれば、中学の写真とかあれば、はいはい、あ、そうです ね、もし昔のがあれば貼っといてね。じゃあちょっと、じゃあちょっと行ってみましょうか。そうですね、じゃあ行きましょう、うんうん、そうですね。で、ちなみに今行こうと思ったんですけど、うん、いきなり早速ね、これ裏門ですか、ここは。ここ裏門だね。裏門だ。うん、裏門っぽい。で、これ見て、ここいきなりさ、もうさ、うん、見て、ほら、落書きが、あ、消された跡があるね。消された跡で、うん、本当だね。すごい書いてある。先生たちも大変だね。え、でも落書きとかって結構学校はありました、その時代って。もうなんかそれこそ、うん、なんかスプレーとかね、はいはい、みんな多分でもやってたんだけど、はいはいはい、裏門とかこういうところでこっそりタバコ吸うっていうよりも、はい、普通に正門、あ、その今から多分、はいはい、正門、はい、そこでみんなね、あ、普通にもう先生気にしないよみたいな、うん、校舎の中でもみんなタバコ吸ってた感じ、うん、怒られないんですか。怒られないね。もう先生ももうもういいかなみたいな言っても聞かないしみたいな。でもあれですか、マミさん学校は普通に通ってました。学校好き。あ、学校は好き。じゃあ授業は受けてた感じですか。授業はでもなんかなんだろう、真面目ではないから、はい、結局窓際の一番後ろの席、はいはい、自動的に確認あー、なるほど。学校行くけど勉強するっていうよりはまあちょっと行くだけ行ってみたいな。あれ、さっきあなたあれじゃん、だってマミさん確か、うん、頭はめちゃくちゃ良くて生徒会長でやってるとか言ってなかった。あ、そう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 、だからそんなね、要領よくっていうか、だから許されてたわけではないと思うけど。あー、あ、そっかそっか、ね、生徒会長って、あ、ここだね。ここね、すごいよね。あ、うん、ここが正門で、あ、結構広いね。うん、みんなこの辺に、すごい懐かしい。いや、何年ぶりですか。こういう感じで、はい、みんなこうラリカン加えて、ラリカン。この辺がもうなんかこうみんなタバコ吸ったり。当たり前だからいちいち先生も言わないみたいな。うん、収集がつかない。ああ、確かに注意してたらそれで終わっちゃいますもんね。2、3人とかじゃない。うん、何人ぐらいいました。ここにもその1年生から3年生。はい、ああ。で、多分生徒数も1000人は軽く超えてたから、はいはい、あ、じゃあ仲良かったんですか、その上、上下関係とか。上下関係は結構、うん、
全然そんなそこまで厳しくっていうよりはみんな仲良く。仲良く。ああ、うん、そうなんですね。女性のそういう上下関係ってあんま分からないんですけど、なんか厳しいって聞くんですね。だからなんかやっぱ中学校1年生が中学校3年生にこうなんか入ってきた時に、例えばなんか靴とか革靴とかを履くんだったら挨拶しに行かなきゃいけないとかなんかそんなのとか、なんかある中学は中学によってあったりとかするみたいなんですよ、うんうん、だからそういうのも女性だったらなんかそうなるのかなとか、挨拶しに行かなきゃいけないとかさ、そういうの勝手に やられちゃうとかさ、うんうん、あの新入生で入って生意気だったら呼び出しとか、なんか その当時は制服が、はい、ここって多分今は分かんないけど丸襟、あ丸首の、はいはい、それで中2になったら角襟のワイシャツとか、はいはい、そういうのがあって、はい、冬だったらこうハイネックの、はい、なんかこうブレザーの下にハイネックのセーターとか、はい、着てるっていうのが3年生の特権みたいな、はいはい、それを1年生から私はここ何にも知らずに来たから、はい、それをいきなりやってたら、はい、3年生の、まあ、女の先輩がね、はい、ガーン開けてきて、はい、ドイツだみたいな感じで一応かます一発目かまされたってことですか。かまされました。かまされるんですね。締められなかったんですか。それで、はい、そこでやっぱりなんかこうすいませんとか、はいはいはい、もう二度とやりませんって言ったら、はい、口切っちゃうわ、はいはい、それは嫌だから、うんはい、無言で、はい、ああ言ったらスッと閉めて言っちゃった、やばいと思ったんじゃないですか、オーラが出てたんでしょうね、うん、これちょっと勝てないみたいな、ああでもじゃあそういう感じでやっぱ言われるというか、うん、見てはいるってことですよね。ちょっとこうなんだろう、うん、目につく子とか、あなるほど、うん、でもだって私も友達、うん、寺地を入って、うん、ちょっと生意気だったら、うん、そこ先輩かなんかにタイマン張れよって言って、うん、なんかタイマン張ってましたよ。えその何あなたの中 中1の小学校間の友達が学校入るときに、うん、多分金髪ですごい格好してたら、うん、目つけられて、うん、言われて、うん、そうでタイマン張って、うん、仲良くなってた。勝っちゃったのかなもしかして。かもしれない。だけどやっぱ鶴見くんって聞くとやっぱヤンキー多いのかなって、まあ、男性も含めて、うん、女性も多いのかなと思うんですけど、うん、多そうですね話聞いてると。結構寺中以外にも鶴見自体が、うん、治安があれですよね。治安が悪い。治安悪いですか。治安悪い。だから本当寺中以外も関西とか潮田とか、あ聞いたことある。関西、うん、潮田結構いっぱいいますよね。潮田って言ったらでしょ、潮田祭りとか有名でしょ。あ有名ですよね、うん、毎年いろいろと、あのマミさんの時代はあれですか、うん、鶴見全体で仲良かった感じですか。鶴見全体でまあいろいろ仲たなくはなかったけど、はい、でも中学時代は、はい、うん、平和に、うん、そんなにあれですか。じゃあ中学同士で喧嘩するとかそんなこともそこまでなく、うん、なんかこう、うん、ここ西エリアで、はいはい、東は駅越えて、はい、東口エリア行ったから、はいはい、あんまりこっちに乗っ込んでくるとか、あーあもうでも結構分かれてますもんね、うんうん、こっちはちなみに何エリアなんですか。寺尾こっちはもう西西エリア、西エリアと東、東東はじゃあ、どこら辺がこうまあ有名だったんですか。まあ潮田関西、潮田関西、そうですね、潮田関西が結構悪かったですよね。でもそこからあれだよね、卒業してから、うん、その夜行姫になったっていうね、うん、話もありますから、うん、そうだね、それでも聞きたいですよね。そうですね、はい、夜行姫やってた中で印象ある場所とかってありますか。鶴見のありすぎですかね。すごいありますか、うん、じゃあちょっとそこをね、うん、ちょっと行きましょうか、ね、そうだね、次は、うん、はい、でですね、マミさんのですね、うん、鶴見の思い出スポットの、はい、来ました、ここ。何の思い出スポットだ。ここはあれですよね、うん、マミさんがあの、まあ、当時夜行姫もやってて、うん、何でしたっけ、チタチームというか、うん、まあ、某チームが、某チーム、はい、が、まあ、レディース作るよってなった時に、はい、潰しました、はい、それで逮捕状が出ました、はいはい、でその時に、はい、あの俊太さんの番組でも喋ってたあれですよね、あの逃げるのに、はい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 、結構な高さから、はい、飛んで、まあ、逮捕状が降りてて、うん、お巡りが来ました、はい、逃げるぞって時の場所ってことですね、うん、はい、でちょっとそこをあの、はい、見せてくださいっていうことで今日、はい、そうですね、来させていただいて、はい、だから昔マミさんが住んでた、うん、っていうところでよろしいでしょうか、うん、はい、
え、マリさん前あれですよね、なんかあの捕まった時に、なんかこの坂のところに捕まってと出てきた時か、誕生日かなんかに警察が花束持って来たとか言ってませんでしたっけ？そ, れそうですよね。ここに警察、だから警察が、うん、マミさん可愛いから、うん、多分ね、私が勝手にね、結構厄介な。いや普通にでも警察が花束持って誕生日にプレゼントしに来るっておかしくない？ああ、なんかそれはちょっとなんかちょっと、うん、どういう目で見せたのかちょっと。そうだよ。まあ、あとね、警察もね、もう一個も。思い出に残ってるのは、はい、数年後その毎年毎年プレゼントを持ってきてくれたんだけど、はい、あの多分その警察の行き場があって、はいはいはい、白バイで来て、ね、ここまでですか？ミッキーの目覚まし時計をプレゼントしに来てくれたとか。あ、職権乱用ですよね。だって白バイで来るってそんな仕事中だもん。確かにね、そんなことしちゃあかん。人間味がある警察官っていう感じで、うん、いや下心ありです。下心あるから絶対マック食べたいとか。はいはい。え、マック買ってきてくれたんですか？でも絶対それマミさんだからでしょ。それも職務じゃないよ。そうだよ、ちゃんと仕事しろよ。本当だよ、ふざけんなよ。ちょっとね、これはあれね、今思い出した。またここじゃねえよ。そう、え、そ、ま、そんなことあるのって思いましたもん。すごい、さすが。さすがですよ、それは。さすがですよ。なかなかないよね、うんうん。え、でもあれですよね、その、確かその、マミさん飛び降りた時、うん、私も連絡取ってて、うん、なかなかね、そうなんですよ。朝だったから、はい、朝だったんですね、みんな夜型行動してて、はいはい、だから出なかったもんね、電話。そう、そうですよね。なんか、あれですよね、朝急に警察が家に来て、そうそう、まあ、あの通称、おはよう。おはよう、はいはい。あ、でも、その場でこう、捕まらないようにこう逃げたっていう感じですよね。結構大騒ぎになりましたよね。大騒ぎ、応援呼んじゃった。そうですよね。呼んじゃったもんで。そう、そう、なんかすごいね、私噂で、うん、その後、今大変なことになってるんで。あ、マミさんがそう、マミさん。で、誰も、マミさんで、あの、電話も繋がらないから、うん、もうどうなってるかもわからないから。だからそうやって逃げてる最中ですか？そうそうそう。だからすごいなんか その大変なことになってるっていう思い出はあります。なんか言われてた、みんなが。なるほどね、うん、ちょっとじゃあちょっとそのあれをちょっと紹介してもらいましょう、うん、そうですね、このアングルから高いよ、うん、4階だから、うん、一番上ですもんね、4階って。わ、怖い、すごいよ、4階あれですか、今一番上のところが4階で、でちょっと段々になってるじゃないですか、3階、2階、1階で、4階からあれですかね、3階に飛んで遊ばないで、4階から着地、うん、4階から着地？え、4階から どこに着地したってことですか？あの、一番その、一番下？下？あの、葉っぱが生えてるとこですか？フェンスの、はいはいはい。え、フェンスの先？あ、すごいですね。ワンちゃんだって間違えたら、ね、あの、うん、フェンス飛び越えちゃったら、え、フェンス飛び越えなくても死ぬ可能性あるよ。やばいじゃん、だって。うん。ね、え？結構高いよ、めちゃくちゃ高いよ、ほら。え、これ何メートルぐらいですか？どのくらいあるんだろう。めっちゃ、めっちゃ、本当に逃げようと思ったところですよね。だってこれ、今お前ちょっと、うん、飛んでみろって言われたら、これもう、あれだよ。え、結構高いもん。え、寝起きでですか？寝起きで、もう、そんな考える時間もなく。考える時間もなかったし、一緒に泊まってたのが、はい、共犯？ああ、はいはい。その子は逃げずに。はい。うん、あ、天海さんだけ逃げたんですか？あ、でももうあれですもんね、次捕まったらもうすぐ出てこれないみたいな。もう長いしな。あ、もうじゃあ考える間もなくですか？考える間もなく。あ、でも飛ぶときは一瞬考えたけど、はい、コンクリじゃないからいけるでしょ。いや、思わない。絶対思わない。それですよ、結構初級だからね。だったらもうちょっともうこれすいませんなっちゃうかもしれない、ね、だって死ぬかもしれないもん、うん、ねえ、すごいよ高さ、うん、そう、私でも想像してたのと改めてここから見てないんで、うん、あのびっくりしました今。いや、これは無理だわ、これ無理だよ、普通に。そんであれですよね、あの降りてあそこのさっきのマンションの方にとか言ってた、あ、に、なんかちょっとアパートはいはい、はい、うん、はい、その時、みっちり
携帯なん携帯なんだっけ、ピッチかもしれないですね、私たちの時代だと。ねぐらい、うん、うん、時にみんなに、ね、連絡しまくっちゃったから、はい、あ、結構さっき言った騒ぎになっちゃったっていう。あ、そう、警察も増えました、はい、あの友達、後輩、はい、もみんな増えました、はい、でこの辺がもうぐっちゃぐちゃ。そうですよね、怪我されてましたよね、確か。そう、一瞬だから覚えてなかったんだけど、はい、そのなんだろう、配管みたいな、こういうところに顎は打って、多分その傷はちょっと残って、あ、飛び降りた瞬間になんか血がドバーって出てたけど、はい、そんなことはどうでもよくて、もうとにかくに逃げないと、いや、なかなかできないと思う。入ってますね、うん、でも良かったですね、大丈夫で。大丈夫、うん、大丈夫だと思ったから飛んだ、うん、そうですよね。あのフェンスの角の向かう、あー、あ、いや、だけどそういう問題じゃないよ。そういう問題じゃなくて、うん、とにかくワンチャンさ、うん、あの飛び降りてるでしょ、うん、そのベランダの2階とか3階とかのベランダの角に当たったらやばかった。そう、引っかかる可能性もあるもんね。そういうこともあったから、うん、本当に勢いよくバンっていったから相当気合入ってないと無理だよこれ、うん、だったらちょっとおじけづいたりとかしたら、あ、そうだね、あ、逆にね、そう、逆にバンっていけないと、うん、逆に障害でぶつかっちゃうってこと。そうだよね、うん、多分当時はそうで、あの今の白い家もなかったから、この2軒もなかったから、はいはいはい、うん、あとはもうフェンスだけ飛び越えればいいやみたいな感じで、白い家あたり目指して。白い家もめちゃくちゃ距離が今じゃあお前本気でバンで行けよってやったら結構な助走つけていかないと、うん、無理だよね、危ないかもしれないから、うん、相当な勢いで行ったってことですよ、ね、でもだ女性の方がね、うん、気も触ってますから。そうだよ、行く時はでも長いですもんね、その、うん、絶対1年以上はで、うん、長くなる、そうですよね、うん、でもまあそう、ね、今考えたらそれだけで、うん、っていう感じかもしれないけど、いや、まあ、確かに自分の子供だったらちょっとおとなしく捕まりなさいって言うかもしれない。親子かみんな死んだって思ったみたい。いました、親御さんその場に。だから親御さん見てる前でってことですよね。いや、お母さんとかお父さんもびっくりしたと思う。逆にだから走って逃げてくれたの見てよかった、だから死んでないって思うじゃないですか。まあまあまあ、だってその走れるぐらいの体のダメージってことだから、そうそうだ、ね、ちょっとホッとするかもしれない。いや、ホッとしないしよ、もう。え、でも声かけられませんでした、後ろから、マミーみたいな。あ、言ってた、ですよね、待ちなさいみたいな。でもその後ってあれだったんですけど、その警察たくさん来ちゃって、うん、その逃げてるところにもうその当日に逮捕されたんでしたっけ。もうその当日、あ、じゃあもう数時間後ぐらい、あ、ここら辺でですか。うん、もうなんだろう、このエリア全部、あ、どこにも逃げられなかったし、集まりすぎちゃったし。そうですよね、うん、それで1年ぐらいですか、その1年。あ、でも長期いるけど、はいはい、まあ、それでもうちは親が弁護士だから、あ、そこまで行かずに、うん、まあでも少年院で、うん、あ、そうだったんですね。ちなみに少年院はどこの少年院だったんですか。アイコ、アイコ、あ、アイコって有名な、うん、聞いたことある。なるほど、それが最後のあれですか、逮捕というか最後の逮捕。ああ、いや、でも良かったです ね、 ね、無事で、うん、本当に本当にこれも確かに言われてみれば、うん、鶴見で思い出の場所ありますかって、ここはベスト1とかになるぐらい、うん、マミさんの中ではですね、うん、なるぐらいの思い出がある場所じゃないかなと。ちょっと後から下で撮ってみましょう、はい、行ってみますか、じゃあ、うん、撮ってます。このフェンスをよじ登ったこと。あ、逆側からとか。こっちから降りてきて、あ、こっちの隙間のとこですよね。こっちから、でもあそこの最上階から飛んでるから、こんなのもなかった。ああ、ちょっと整備されてるんですかね。このフェンスは多分当時のものだと思うんですよね。だってフェンスでも越えてるってことは前からあるってことだもんね。そうそうそう。色が若干なんかこの全部がほとんどここら辺まで森っぽかった。あー、あ、そうなんですね。かき分けて、あ、かき分けたのも覚えてる。あ、こんな簡単にパッては降りてこれない。そこの綺麗にはな。あ、逆にだ、かき分けるぐらいだから、ほら、うんうん、ね、こうバーってだからなってたから、うんうん、逆に着地が危ないよね、手とかも、うん、あ、手とかもね、確かにね。で、ここからこう、まあ、よじ登りました。で、ここに来るじゃないですか。で、そっちに立ってきたこのアパートはこっちですか。ここからフェンスを乗り越えて、はい、こういう段階を、いや、でもなんか近すぎるってなって
あーちょっと近すぎるから、うん、いやーでもなかなかでも距離が結構 あるよね、うん、しかも裸足だからね。あ、裸足ですかそうですよね、で飛び降りました。で警察もあの階段を降りてくるんだけど、はい、あの階段を出られないから、あ、なるほど、そうですよね、そうですよね、あたふたしちゃって、あ、なるほど、うん、もうマミさんその時もっと下に走って逃げてますしね、もう今全力で走ってる、うん、そうですよね確かにこれだけでも全然さ、飛んでる時点でもうさ、うんうん、走ってないと全然速いから、まあ、これがですね、うん、あの4階から飛び降りたっていうですね、はい、実際の現場のね、実際の現地のリアルな場所なんで、うん、はい、これは多分本当自分のチャンネルじゃないとなかなか出せなかったと思うんですけど、うんうん、はい、すいません、ありがたいですね本当すいません、こんなところまで、はい、じゃああれですか、次はじゃあ、うん、もうなんかまだ思い出がある、そうだね、ですか、じゃあその、夜行姫さんがよくミーティングとか、ミーティングですか、ミーティング、そうですね、なんかあと、うん、マミさんと私が初めて会った場所、あ、それでじゃあ思い出話をですね、うん、ちょっと行きましょうか、はい、